瀬川朝から1926年11月25日は明治時代に九州地方を中心に活躍した活躍した牧師である。中津藩の呪者である瀬川武の子として江戸で生まれる。陽名は自家。彼の父親である武氏は広瀬毛祭の次男で後に瀬川氏の養子となった。瀬川は長崎でアメリカオランダ外核派協会の宣教師。 ヘンリー・スタウトの下で学び、1873年9月に、洗礼を受けた。翌年3月からは、スタウトと共に説教をするようになった。1876年には、スタウトと瀬川で、長崎日本キリスト公会を組織した。1877年9月に、東京一致新学校が開校されると、新学生として学ぶために派遣される。上村正久。 押川正義、伊深梶之助、三浦透らと共に、東京一致新学校の第一期生として学び、翌年1878年卒業しに、教師資格を得て、長崎に戻る。当時、西南戦争で荒廃した鹿児島に、富川一路と一緒に派遣され、伝道書を開設する。鹿児島に定住して、伝道を続ける。そして、 平山武七という協力者を得ている。そして、3年後の1881年には、日本キリスト一致教会鹿児島教会を組織している。1889年には、山下町に街道を移転し、都の城、渋市、いぶすきなど、薩摩、大隅全域に伝道活動を始めた。1881年7月に、日本キリスト一致教会の西部中介が、 設立されると、瀬川と、青山昭三郎と、服部ト三が牧師となる。1887年に、長崎にスティールアカデミーができアルバート・オルトマンスが、初代委員長になると、瀬川は、スタウトと共に、教職者養成に集中した。卒業たちは、長崎、諫早、大村、唐津、佐賀、久留米、人吉、鹿児島、樽見などで、伝道活動を行った。 ありがとうございます。